こんにちは、MB です。こんにちは、プチプラナヤです。というわけで、今日プラス J が発売されました。わー、被ったで、本当は着用動画とかちゃんと撮ってあるんだけど、はいはい、今日動画出すの間に合わないので、はい、実はこれ完全ノー編集、はい、つまんでもいなくて何も字幕も出てないんですけれども、もう今日買ってきてすぐお知らせしたいっていうところで、ちょっと雑多なんだけど、今日はノー編集で前後編で MB チャンネルとプチプラナヤチャンネルでお届けします、はい、で明日は着用動画とかちゃんとね、はい、綺麗に整えて、ちゃんと編集した動画を明日ちゃんと出すので、はい、今日まずは雑多なんだけど速報で出します。でより詳しい情報を聞きたいっていう人は明日も見ていただけるとすごく嬉しいです。それでは、はい、雑ですけど、はい、行ってみましょう、はい、僕らが思ったことを普通に雑談で紹介していく感じになるとは思うんですけれども、はい、じゃあまずプチアヤから行きましょうか。あ、私なんですか。いや、先お願いします。俺から、はい、じゃあダッフルコートから行こうかな。あ、これね、私本当にお気に入り、ダッフルコート、メンズのダッフルコートなんですけれども、ウールオーバーサイズダッフルコート29,900円。はい、これめちゃくちゃかっこいいよね。かわいい。で、うん、はい、私ツイッターであの M サイズ着てる写真載せてるんで、あの着た感じ見たい方は私のツイッター見てみてください。ノー編集ならではですね。ならではです、はい、これ細かいところまでちゃんと作り込んでいて、一枚仕立てのウールなんですけれども、はい、だいぶあの重量感もあって厚いので、多分ね、ほとんどこう防寒性に関しては心配ないと思います。で、身幅も結構広めに作ってるので、中にインナーダウンとか入れちゃえば全然問題ないから、冬の雪国の人とかでも着用可能なのではないかなというふうに思うし、細かいところも作り込んでいて、スリットポケットがあると思ったらパッチポケットもあるので収納も多いし、そうそうそう、だからバッグいらず、裏地がないからポケットないじゃんって思ったんだけど、実は前に4つポケットがあるから割とこの収納もあってですね、で、こういう裏側にもちゃんとグログランテープで補強がしてあったりとか、細かいところも作り込んでるから安っぽさ全然ない。うん、なんだけど、はい、一つ問題があります、はい、値段です。高い。だって29,900円だよ。確かに、まあ、それこの値段だったら裏地ついててもいいかなとは思う。裏地ついてたら重くなるんじゃない。あ、確かに、あ、そっか、そうですね。いや、どっちかっていうと、うん、これで19,000円だったら、うん、すごいねこれって話になってたと思うけど、なんか、いや、なんか普通のブランドがこれ作ったら29,000円出せないと思うんだけど、うん、でもやっぱユニクロのコートで29ってさ、うん、高い。なんか正直 ZOZO 見に行っちゃう。ああ、そうですね。でもこれは私は結構好き。まあそうだね、これは29,000円でも、うん、私はいいかな。いや、僕もね思うの、僕もねそう思うんだけど、多分ね見てる人、はい、でもって人結構いると思うんだよね。そっか、でも来たらね、そうそうそう、来たら分かると思うんで、うん、あ、これはまあ、その2万9000円の価値あるなって思ってもらえるんじゃないかなと思います。個人的にはすごい気に入り、僕も結構好きなんで、ぜひ1回着てみてくださいって言うんだけど、ただまあ、なんかその2万9000円でユニクロっていうのがすごく気になっちゃって、それで強くおすすめできないっていうのがあるんですけれども、うん、まあでも羽織る価値は全然あると思うので、はい、しかもそんなに思ったよりこれ瞬殺じゃないっぽいんで。あ、そうなんだ、やっぱ高いからかな。そう、まだ在庫ありそうなんで、はい、あのどうでもいいけど、あれだよね、あ、まあいっか、何ですか。岸田メルさんの流れ言おうかなと思ったけど、編集がないからこう画像が参考画像出せないからしょうがないなと思って、はい、あの岸田メルさんというあの方の絵に似てるらしいので、皆さんよかったら検索してみてください。私がね似てるそうです。はい、というダッフルコートでございます。で、ね、これ女の子に言いたいのは、この袖口がね、あの絞れるようになってるんですよ。ちょっと調節できるようになってるので、うん、そういうところも女の子にはいいかなと思いました。あ、そうですね、メンズラインだけど全然レディースでも使えると思いますので、そうそう、はい、そういう、はい、ノー編集ならではですね。です、次行きましょうか。はい、どうぞ、はい、ヤヤさん。レディースですね。はい、レディースちょっと私全然考えてなかったけど、いいですよ。あのオンラインで瞬殺だったこのニットは、これね、はい、まあ、ちょっとそんなに大きめではないから、男性ちょっとあの体格のいい男性だとちょっとちっちゃいってなっちゃうかもしれないですけど、男の子でもいいんじゃないかなと思いました。プレミアムラムケーブルハイネックセーター長袖4,990円です。これだから残念ながら在庫がほとんどなくてですね、オンラインはねないです。そう、ネイビーとブラックがほとんど完売、うんうん、でブラウンだけあるんだけど、どう考えてもこれブラウンじゃないよね。ネイビーとブラック、ネイビーが一番良くてブラックが次でブラウンかなっていう印象なので、はい、頑張って探してください。これね、あの4,990円じゃないですか、うん、他のニットも値段そんなに変わらないのに、これが一番厚手なんですよ。
その写真じゃ ね分かりづらいと思いますけど、これが一番厚手で真冬でも絶対着られると思います。しかも 19.5 マイクロンのウールですから、カシミアレベルで細い糸使ってるので、風合いもすごくいいですね、うん。でこちら側 の編み方と後ろが変わってるんですよね。そうですね、はい、後ろがケーブル編みになってて、表がなんかあれですね、なんて表現したらいいかな、ちょっと金子っぽいけどね、はい、編み地が少し変わってるんですね。ミドルゲージとローゲージで変わってるみたいな感じですね、うん。でなんかね、この首元がこういう風になってたりとか、スリットが入ってるんですね。そう、スリットが入ってて、こっちにも入ってて、なんかこの入り方がちょっと可愛いね、すごくね、うん。あのなんて壊れた風な見た目に見えますね。壊れた風な、壊れた風なちょっとブランドの名前言っていいのかちょっと分かんない。全然大丈夫ですよ。大丈夫です。マルジェラ の、はい、あのニットとかねの雰囲気がちょっとあるかなって思って個人的にいいなって思いました急に何に気を使い始めてるんですかいやちょっとノー編集怖いから。ああそうか、そう、なんかあのブランドの名前出しちゃいけないとかあるじゃん。なるほど、そうです、ね。まあ、確かにこれ別に何の PR でもないから全然大丈夫ですよ、はい。確かにね、これいいね。メンズもこれ着たいけど、ちょっと袖短いかなって思うんで、男性は一回試着してから考えた方がいいと思うです。はい、これも後で私ツイッターで画像出しておくので、よかったら見てください。画像出しておくんですねそう、はい、画像ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ続いて僕は何言おうかな。その間に考えてくださいみんなが気になってると思う、これ MA1。そう、今年 MA1 メンズはかなりトレンドなので、多分これ狙ってる人も多いと思います。これすごいしっかりしてる。これね、ちょっと待ってくださいね、ノー編集ならではですけど、MA1 はハイブリッドダウンオーバーサイズ MA1 ブルゾン12,900円です。あ、これはお買い得じゃないですか。これはお買い得だよね、うん、俺もお買い得だなと思いました。もっと高いと思った。そう、このツイルですね、このツイルの素材がですね、本当のあのリアルな MA1 の素材に似ていてですね、ミリタリー風のデザインになってます。で、あの首裏にプラス J マークがついてるんですけど、これプラス J マークこう折り返さなかったら見えないので、全然そのユニクロバレもしないと思います。でシンプルなデザインなんだけど、細かいところを気遣っていて、こういうね、あのヴィンテージのこう三角形のリブの形になってたりだとか、うん、あとは保温性しっかりあるハイブリッドダウンになってます。ダウンがね、キルティングの中綿になってる。そうです、キルティングの中綿になっていて、このそれまでなってます。そうです、そうですね、そうですそうですね、そうですね。で、身頃がダウンになっていて、うん、袖がヒートテックの中綿が入ってるんですね。ヒートテックなんだ、まあ、ヒートテックみたいな機能中綿ですね、が入ってるので、あったかいんだけどスタイリッシュに見えるっていうのが、うん、ハイブリッドダウン、このアイテムの売りだと思います、うん。で、ショルダーが結構広めになっていて、トレンドの広め、あー、むかつくオーバーサイズになってるんだけど、はい、あんまりこうダボダボしないので非常にいいと思いますが、はい、がこれね、僕あの今日いろいろ試着してた方を見たんですけれども、うん、ゆったりしたデニムとかでこれ合わせちゃうと、うん、本当もっさり感が出ちゃうので、うん、あ、なるほど。そう、スラックスとか細身のパンツとか、あの落ち感のあるワイドとか、どちらかで合わせてあげた方がいいかなというふうに思うので、あとはまあフレアとかでもいいかもしれないね、ゆったりしたデニムとかと合わせると本当にちょっとこうオーバーサイズ感がやぼったく見えてしまうので、合わせだけ注意なんですけど、 MA1 何かいいの探してる人はこれ結構狙い目じゃないかなというふうには思います。この形がこうなってたりとか。そうですね、ヴィンテージの形ですね。ユニクロさんでよくあるこの中がフリースになってて、ポケットの中が暖かい仕様になってます。そうですね、なんて言うんだっけ、これフリースポケットというか、ブランケットポケットというか、ブランケットライナーだ、ブランケットライナーになってるので、はい、手入れても暖かい、暖かいやつ、やつですね、はい。で、こちらカーキがもう完売状態なんですけど、そうなんだ。でもね、オーバーサイズはまだ残ってます。ダブル XL とか残ってるんで、ぶっちゃけこれダブル X でも全然ありだと思いますし、うん、あと黒は全サイズなぜか残ってます、うん、意外と黒ありだと思いますので、ぜひ、チェックしてみてください、はい、はい。続いてプチアヤさんどうぞ。私あれですね、レディースで結構人気がありそうだったこのフリーススカートですね。それはね、これは今もう両方もしかして完売ですか。確かさっき見た時やばそうだった気がするんですけど、プリーツナップロングスカート7,990円ですね。ですほぼ完売です。ブラックの58と61が今通販だと在庫ありますけど、これでも通販だからね、はい、まだあの店頭で在庫あると思うし、はい、復活することも往々にしてあるんで、ちょっと粘ってもいいかもしれないです、はい。
これねすごい可愛いけど前回のセオリーのとちょっと似てるんですよね、うん、でそうだね、ちょっとセオリーのとどっちの方がいいのかなって思ってる方結構多いかもしれないですけど、生地的にはセオリー、そうセオリーかなと思いました。セオリーの方がいいと思って僕もそう思いました。あのセオリーの方の生地本当に良かった。なんかもっとさ肉感があったよね。そうそう、もっちりしててね、はい、こっちはもう少し薄い感じですかね。そうですね、でちょっと今こうやって光に当たると透け感が微妙にあるんですよね。このセオリーの方ってそんなにいなかったと思うけど。なるほど、着てて気になるほどじゃないですけど、こうやってなんか光に透けるとちょっと少し感じがありますね。でもこの値段でこのデザインだったらありですか？ありだと思います。あでもちょっと高いかな。でもちょっと高い、すごいね生地、あのこれもセオリーの時と同じでアコーディオンプリーツスカートって、ね、こっちの幅とこっちの幅が同じ、うん、山折りと谷折りの幅が同じになってるので、あのすごいこう動いた時にすごいふわっとなるんですよ。あの堺みたいな、堺のプリーツスカートって動いた時すっごい広がるんですけど、それに近い感じで広がってくれるから高見えはすると思うけど、ちょっと生地が薄いのが気になるのと、うん、あと高身長さん、これもねセオリーの時も同じだったんですけど、高身長さんやってるをやろうとしてますてそれをずっとやりたいんだろうなと思って、高身長さんにはちょっと丈が短いかなと思いました。で私あえてウエスト70買ったんですよ。もう腰で、あえてそう腰で履こうかなと思って。ああなるほど。あちょっとじゃあ落として長丈にするってこと？そう長くして履こうと思ったんですけど、それでもやっぱりまだ短い。短い、はい、だからあのふくらはぎが気になる私とかはちょっとねふくらはぎが太く見えてしまうのが気になってしまいました。セオリーの方が長かったわけですか？セオリーも同じぐらい。同じぐらいか。これあのセオリーの時よりもこの長いところと短いところの差が激しいんですよね。ああなるほど。ちょっと短く見えるのかな。そうですね。ただこれ、セオリーの時よりもいいなと思ったのはあの調節ができることですね。ちょっとこれ前行って大丈夫かな？行っていいですよ。ちょっとあの大きめを買ったとしても、あこれ伝わるかな、こう二重になってて、ここのここでここで、調節ができるんですよ。あ映るかな、このリングのところで金具のところで調節ができるんですよ、長さウエストの幅を、はい、なのであのちょっと大きめを買って、ここで調節するっていうのがいいかなと思いました。はい、また明日の動画でしっかり説明したいです。しっかり説明しましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、なんか考えてない考えてないあ、これにしようかな。時間大丈夫ですか？止めなくていいですか？大丈夫です、はい。ダウンジャケット。はい。いいんだけど。はい、もっこもこ、うん、いやでもいいんだけどね。今着てみます。はい、もっこもこ、いやなんかねいいんですけど、もうちょっとあのボリュームダウンしてくれたらよかったのになって。なんかジルサンダープラス J って毎回そうですけど、ジルサンダーさんもこもこダウン好きなのかな。ちょっとこうもこもこなんですよ。で今のダウンのトレンドってやっぱりこうスリムダウン、スマートダウンだと思っていて、やっぱユニクロもハイブリッドダウン出してきたりとか、普通のもこもこダウンもシームレスにしてあったりするんですけど、これシームもあるし、でもこもこ感もかなりパンパンなので、それが逆にねストリートっぽくていいっていうことでもあるんだけど、ちょっとこうパッと羽織って様になるかって言われると若干難しいかも。だったらさっきの MA1 の方が、うん、バランスも取れやすいし、もしくはインラインのハイブリッドダウンの方が、うん、簡単にかっこよくは見えるのかなというふうには思いました。なんかだからダウンジャケットは今回意外とメンズの方でこれ気になってる方いらっしゃったと思うんですけど、ちょっとねショルダーもこうでかいし、で切り替えのモデルの方、これ単色のモデルだけど切り替えのモデルの方こうカーキになってて、着ると余計この肩のでかさが気になっちゃって、若干、うん、若干あのボリューム感強すぎるので、そういうストリートライクなダウンジャケットの着こなしがしたいっていう人は全然ありだと思うんですけど、普通にこれパッと着て様になるかって言われると、うん、MA1 とかの方がいいと思います。ちなみにこれ品名がダウンオーバーサイズパーカー17,900円です。こちら全て、サイズがまだ残ってるので、多分見てんって思ってやめてる人がもしかしたら多いのかなとも思います。ただ基本的にはすごくいい、あの機能的にはすごくいい。こういうふうにこれなんかポケットになってるみたいですけど、はい、ポケットになってるこのデザインがあるおかげで普通のあのダウンよりもやぼったさがちょっとないかな。そうですね。しかも細かいんですけど、実はこことここの生地切り替えてるんですよ。
同じ生地じゃないとか。同じ生地じゃないんですよ。へえ、あ、そうなんだ。だからなんか目立つんだ。そうなんです、ここもそうなんですよ。だから細かいことしてるし、ね、あとさっきも言ったブランケットライナーになってるし、そうで、ここのポケットもね、ジップがちゃんとついてたりとか、すごい細かいところ作り込んであるんですけど、そう、内ポケもあるしさ、スナップもあって、ジップもあってみたいな。で、帽子もこれ取り外しできるでしょ、取り外しできて、作りとしては豪華なんですよ。だからなんかちょっとなっていうのはちょっとかわいそうなんですけど、いくらですかこれ。17,900円。値段もまあまあじゃん、ダウンにしてはさ。だからなんか別に悪く言いたくないんですけど、もうちょっとシルエット綺麗だともっと多分いろんな人が喜んだのかなというふうには思いました。はい、はい、というわけでこの辺で前編切りましょうか、はいはい、雑に、説明していきましたけれども、後編の方ではさらに細かく、他のアイテムも紹介していこうと思います、はい、レザーベルトとかね、僕後編で言おうと思うんですよ。レザーベルト結構期待してる男子多かったんで。そうなんだ。それが果たしてどうなのかっていうところを後編で概要欄の方から飛べますので、プチプラのあやチャンネルの方でデデ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 デしか出てこないですからね。字幕でデデデとか出てこないですからね。はい、なので後編ぜひお楽しみに。当日の速報でございました。明日はしっかり着用画像も入れながら解説していきますので、明日もぜひ見てください。エミチャンネル、じゃあ今日はここまで。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。そして全型レポートはですね、僕のメルマガ概要欄から登録すると、ジルプラス J の今回展開されている全型、3万文字とか4万文字ぐらいの文章量で配信してますので、登録するとすぐ配信されます。よかったらぜひチェックしてみてください。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。さあさあさあ、次次次。